こんにちは、榎本美沙です。今日は白菜の韓国風サラダを作っていきたいと思います。白菜は加熱して食べることが多いと思うんですけれども、生で食べてもシャキシャキと美味しくいただけますので、試してみていただけたらと思います。鍋物の時に余った白菜とかを使っていただいても構いません。和えるだけで本当に簡単なレシピなので、ポイントを交えてお伝えできたらなと思っています。では材料の説明です。まずこちら白菜になります。白菜は外葉の方は硬いので、なるべく中心部分の黄色みがかった方を使っていただけたらと思います。そして醤油、ごま油、豆板醤、お酢、いりごま、糸唐辛子になります。糸唐辛子は省略しても構いません。そして海苔になります。では白菜を切っていきます。白菜は芯の部分を落として、今回生で食べるので一口大よりも少し小さめの一口大ですねくらいに切っていただけたらと思います。では調味料を白菜に和えていきたいと思います。まず、豆板醤だけは固まりやすいので醤油に一度溶いておきます。こちらで今溶いた醤油と豆板醤、そしてごま油を入れます。お酢を入れます。そしてこちらで一度調味料を和えていきます。では調味料が全体に合わさったら、次に海苔を入れていきます。海苔は手でちぎって入れていきます。こういうサラダは、漬け込むものに関しては少し味をなじました方が美味しいんですけれども、こういうシャキシャキ感を楽しむサラダに関しては食べる直前に和えるのがおすすめです。白菜から水が出てしまうので、すぐ食べた方が美味しくいただけます。はい、海苔が全体に混ざったらこちらで盛り付けに入っていきます。では盛り付けていきたいと思います。今回もなるべく高さが出るように盛っていただけたらと思います。はい、そしたらいりごまをかけていきます。いりごまは手でこのように潰しながらかけていくと香りが立って食べるときに美味しくいただけます。そして最後に糸唐辛子をのせます。こちらは家になければ省略していただいても構いません。こちらで完成になります。はい、こちらで完成です。